あの時のセリフ、生きてりゃ辛いこともいつか笑って話せる。本当そうだな、ムリコ。タマホメ、随分と嫌味。どうせ我々は死んでるよな、チリコ。タマホメさんも仲間になります？いえ、そういう意味じゃなくて。よかったのだ、これで記憶の玉はあと3つなのだ。うん、なあ、今日はもう終わりにしよう。そうですね、皆さんどうかここでお休みください。すぐに用意をさせます。わーい、お泊まりお泊まり。ムリコ、自分の家でしょ。あかん、なんでお前らだけ同じ部屋なんや。なに騒いでんのこの怪我人。宮川さんと玉褒めさんはいいんですよ。さあ行くぞ、助け。私が暴心の話をしてやろう。いやいや、本当にうるさいのだ。もう一度毒蛇に噛まれるというのだ。だか、うん、どうした。なんでもない。少しだけこうしていたいの。誰だ。邪魔したかしら。どうやら私のプレゼントはお気に召さなかったようね。でも見て、これはあなたの血で作った人形。これで蓮の仇取らせてもらう。動かないでしょ体。あの妖魔もこれで操ってたのよ。あなたも同じ。どう遊ぼうかな。タカ、タカ。そうね、勇気宮川をあなたの手で殺すってのはどうかしら。いや、俺から離れてろ。タカ、大丈夫だ。気を飛ばした。どうしてあなたにそんな力が。普通の、いえまだ完全な人間でもないはずよ。今の俺は力も弱い、記憶もいい加減な中途半端な人間かもしれない。だから今できることはこいつを愛すること。どんな世界でもミヤカがいれば俺はそこで生きていく。ミヤカはこの俺が一生守る。天候。父、これは。やつなのだ。どうしたの。何ですか今のは。玉褒めたちの部屋なのだ。気がついたか。天候、貴様。どういうことだ。ミースにはまだ無理のようなのでの、私が直々に招待してやったのだ。何の目的でだ。なぜ殺さなかった。お前たちなどいつでも殺せる。その前にお前に聞きたいことがある。聞きたいこと。お前は自分が本当に人間だと思っているのか。所詮紙の中の存在でしかなかった本当に現実の世界で生きていけると思っているのか。愛の力が願いを叶えただと。お前は朱雀によって作られた幻。そう、朱雀の巫女結城宮香にとって都合のいいだけの存在なのだ。うるせえ。俺は幻じゃねえ。ちゃんと生きてる。ずっと宮香と一緒に生きていくんだ。仕業か。玉褒めさんと宮川さんが。花が。花が。
脆いものよな。このように簡単に己の心を手放すと、その男、本当にお前の愛した玉褒めが転生した姿か。返して、返してよ。ダメなのだ。ミヤカ、そいつの話をまともに聞いては。し、少しだけでもこの結界は破れるのか。それは、その玉は私と玉褒めの大切な思い出。3つ4つ。いやー、感情を抑えるのだ、ミヤカ。奴は人の負の心を己の活力に変換するのだ。天皇様、なぜ結界が。お前もこんなことでしか役に立たなかったな。たかに術をかけただけで油断しよって。蓮舫を生かしておけばよく働くかと思えば、逆に気を取られるとは。盾にした。弟、蓮を助けてくださると何もかも済んだら私たちを元に戻してくださると。そんなに蓮舫が愛しいか。ならば最後に会うがよい。弱者はいる。自分の仲間を。ひどい。所詮こやつらは兄弟で愛し合い魔道に落ちたも、いつかは人間に戻るだと。魔物となった者が無駄な夢を。許さない。愛などというもののため哀れな最後を遂げた恋人同士、あれは未来のお前たちの姿。石は四つとも消滅した。鷹も消滅していく。許さない。傷ついたも。そしてどれほど己の愛が無力か思い知る。あんたは人間を何だと思ってるの。そう、臆病、悲しみ、憎み、それで我の力と。私はあんただけは許さない。ボッコボコにしたったのに。傷はもうすっかりいいみたいですね。バカなのよ。タマ、心配せんでもええぞ。タマかてあと3つもあるんや。4つぐらいどうってことあれへん。フォローになってないわ。心配なんて俺は平気だ。やだな、気を使うなよ。こんなことで負けてたまるか。もっ、平気平気。もっ、大丈夫大丈夫。ノープ。
悲しいくらい動揺しまくるやん。たすきちゃん。あ？これ読める？デリカシー。お。あんたにはないの？がー！もう少しうまく慰めるのだ。ま、無理だろうな。とにかく残りの石の手がかりはニャンニャンが探しに行った見つかけだけなのだ。今はそれしかないか。七聖士全員が揃えば玉褒めにも力が与えられるやも。今回は宮家の落ち込みの方がひどいのだ。なんであいつ苦しんだり悲しんだりせなあかんねやろ。なんで泣かせたり傷つけたりそんなんしてまで好きになるんや。俺わかる。わけわからん。ニャンニャン探したよ。ミツタケの木小さかったよ。ああ、私の友達だよ。この子ミツタケの姿見えるね。ショウカ、ショウカ、ショウカ。ああ、私が最後の時力を与えた子供だ。あんな風に泣かせたりよ。どうした、キチリ。この匂い。キチリさん。たまちゃん。便利だな。この世の中で一番不幸な男ですって顔ね。かなわねえな。そんな顔してる。てる。天皇のやつ喜んでるだろうな。だって自分に都合のいいこと喋りまくってさ、それで相手がこんだけ落ち込んでたら思うつもってやつじゃん。そうなんだけど、俺心の奥で思ってたんじゃないかってことがあってさ。思ってたこと？うん。玉褒めの記憶が必要なのは俺が消えちまわないためだけど、だったら俺は何、なんで玉褒めの記憶がなきゃダメなんだってさ。まるで玉褒めに嫉妬してるみたい。だから俺負けた。天候に自分が情けなくて宮家に顔合わせられなくてさ。バカじゃないの。あんたはあんたでしょ。タカだっけ。それでいいじゃないの。タカならタカとして頑張んなさいよ。あんたはあんた、どこにいてもどんな姿でも。それとも何、玉褒めになんないと宮川を愛せないわけ。まさか。そんなんだったらこんなに悩まねえよ。俺はあいつを幸せにしたいからこうして。ちゃんと分かってんじゃん。だったら平気でしょ。宮川のところに行ってやんな、タカ。なんで俺ってこうガキみたいに揺れちまうのかな。真剣に恋してりゃみんな子供みたくなるのよ、なんてね。でもね、あんた前より大人になってるよ。私はもう年取れないけど、知ってた？あんたもう私の年超えちゃってんのよ。いいよね、生きてるってさ。タスキ、どうしたんだ、んなとこ突っ立って。タスキ、タスキ、触んなよ。前に言うたよな、宮川を泣かせたら承知せんと。
どうせ覚えてへんやろ。そういうええ加減なやつなんや。お前はそんだけ宮川を愛してなかったんや。どうしたって言うんだ。お前どれだけ宮川を傷つけたら気済むねん。ムカつくんじゃ。いつ消えてまうかわからんとあいつを悲しませる。お前はもうそれだけの男や。もう見てられん。宮川、俺がもらう。さっきから何言って。己はもう宮川の愛しとった玉褒めとちゃうんや。ここでおとなしい。急げ。わかった。ケスケさんも来るんだね。じゃあ後で。何これ。お酒、ミヤカなの、あの子。おいしい。さよか、そらよかった。ほれ、おかわり。カホって言ったっけ。七里たちはどうしてこの町に。残りの石の手がかりって言いたいとこやけど、ちゃうね。ぶっちゃけた話、落ち込んどろ。お前らを元気づけるためや。みんな、タスキもごめんね、心配かけて。何しめっぽい顔しとんねん。ちょっとあいつら探してくるわ。近くで宿を見つけに行っとるはずや。お前はこれ全部食うとけな。うん、ありがとう。おう、親父、飯と酒じゃんじゃん持ってこい。それと上に部屋取ってくれ。一番上等なやつやで。旦那も隅に置けまえんな。わかりやした。せやけどちょっと根張ります。なんのこっちゃ。え、金なんかあるかい。4年前の冬やったか、この町霊覚山の山賊に襲われたよな。知っとるやろ。お助けを。ねえ、宮川たちどうしたの。タスキさんの姿も見えません。変なんだ、3人の気がつかめないのに。嫌な予感です。手分けして探すのだ。待ってろ、宮川。タスキも飲むにゃ。ごゆっくり。おう、すまんの。玉褒め、宮川、俺はここだよ。玉褒め、ずっと待ってんだ。早く見つけてくれ。玉褒め、早く。待って、玉褒め。宮川、大丈夫や。もう大丈夫やから。夢、たすき、あたし飲みすぎたのかな。あれ、ここどこ。宮川、ちちりたちは食事してんのかな。チチリもタマも誰も来えへん。あたし今度はあたしが見てくるよ。きっとみんなそこまで来てるよ。誰も来えへん言うてるやろ。変やな。女なんか嫌いやってんけど、お前はちゃん、お前は宮川や。最初は変なガキやったのに、どんどん女になってきよって。知ってたか、俺も男なんやで。俺は俺や。我慢しとっただけや。あいつのせいでいつもいつも悲しい顔しよって。安心せえ、今すぐ忘れさせたる。
なんで泣くんや。泣くな。なんでや。あいつのこと忘れさせたるで。そしたら楽になれるやろ。せやから俺邪魔すな、ボケ。ニャカから離れろ。ニャカ。よう、その傷でこれたやないかい。なんでここがわかった。ミヤカのことなら何でもわかるんだよ。サカ。そりゃ大したもんや。しやけどもうミヤカは俺のもんや。もういっぺんわからせたるわ。お前はそんなやつじゃねえだろ。ミヤカを幸せにするのは俺だよ。ミヤカを離しな。ふざけたこと抜かすな。すぐに消えてまうやつがどうやってこいつを幸せにするんや。タスキ、もうやめて。お前は黙っとれ。泣いてるじゃねえか、ミヤカ。お前が泣かせたのか。そんなやつじゃねえよな。男気あってさ、いつもまっすぐでさ、どうしちまったんだよ。らしくねえよ。そんなお前を見て今一番傷ついてるのはミヤカなんだぞ。ミヤカ、こら。何抜かしとんねん、こら。何の力もないガキが女守れるんかい。ミドルミヤカ、こんな情けない男今燃えかせにしてる。やめて、タスキ、お願い。本当情けねえよ。今の俺弱いよ。お前の言う通り、ミヤカを泣かせてばかり。これからのことなんか不安だらけで怖くてさ。でも俺惚れてんだ。どうしようもねえくらい。悪くても俺構わない。ミヤカのためならいくらでも情けない男になれる。それでも七聖者受け入れてくれたじゃん。こんな俺をまだ仲間だって笑って言ってくれた。嬉しかった。ミヤカだけじゃない、お前らもいてくれた。だから俺はこうしている。ミヤカへの気持ちは変わらない。お前になら構わない。やれよ。おお、やったる。タスキ、私が泣くのはそれだけタカが好きだからだよ。嬉しい時も悲しい時も女の子は愛してる人のために泣くんだよ。お前がそう簡単に死ぬわけないだろう。見つかけか、やかましい。バカ、バカ。
ほんまアホや。すまん、ほんまに、ほんまに。人の潜在にある部分は意識などできない。汚い術だな。敵の術だろ。おかしくなる前に水を見たと言ってるのだ。水？タスキさん、どんな水だったんですか？おう、なんや、変な水で。ミヤカ！この匂いは敵か？お前は聞こう。私はしない。ペンネ、また戻ろう。三人に。次は次、その一。俺も男なんやで。やだやだよ、タスキ。やあ！プルプルーン、パート3。その二。上がってこんかい、玉！上がってこい、玉！玉！ここまで、ここまで上がってくるんや！くんちゃん、かっこいい。その3。Thank you.